防衛の方、例えば、短いボール。はい、皆さんこんにちは。セガサミースポーツアリーナテニススクールの星野です。今日は、ダブルスシングルスでも使えるですね、ポジション取りっていうものを、ちょっと理論的にご説明できればなと思います。実際にコートを使いながらちょっと皆さんのイメージしやすいようにですね、ご説明できればと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、では、実際にコートを使ってご説明していきたいと思います。まずちょっと赤いコーンがちらほら立ってますが、まずここの赤いコーンですね、ここがまず、自分がボールを打つ位置だと思ってください。皆さんは今やってるのは向こう側に、立つ人のポジションの話ですから、相手の位置だと思ってください。はい、で、向こう側僕の方に奥に立っている赤いコーンが2つあると思うんですが、これが、実際に僕がここから打てますよっていうところの角度の限界を示したところになります。はい、もちろん、角度、コートの内側にあるんですけれども、アレーコートの端の狭いところだけを狙うっていうのも、なかなかリスクがありますので、そこまで、構えなくてもいいかなと思います。で、左端の、短いところに置いてあるコートですけど、まあ、この辺に入らない人はないと思うんですけど、まあ、ゆっくりですので、そういうボールが来た時は、それなりの対処ができると思います。ただあそこのコーンぐらいだとまだ速いスピードでもある程度ボールは入ってきますので、そのこの今右端と左端、この範囲をカバーできればいいかなと思います。はい、ではまず、ストレート方向の話からお話から入りたいと思います。まず、向こうの赤いコーンと、僕のここの打つ打点の位置を結んでいくんですが、実際に分かりやすくネットのところに、マーカーを置きたいと思いますので、お願いします。今、動いているプレイヤーのラケットがもう見えなくなったと、ここですね、ここがストレート方向で、ここから打つときに通すネットのところになります。もちろん風で流れたりとか回転で曲がったりっていうのはちょっと、息を打ってきますね。はい、ということは、今ここのプレイヤーがあそこのストレートを打つためには、あそこの赤いコーンのところのネットの上を通さないと入らなくなります。なので、あれより外に打つボールはアウトになりますね。なので、まずあそこのストレート側、あそこになります。はい、では今度クロスオートですね、あちら左側に置いてありますコーンとの、ネットの中間地点をまず出していきたいと思います。では、お願いします。動いていってもらって、まだここはね、コーンの内側だと思うんですけど、ストップ、ここです。はい、ということで、クロス方向、先ほどストレートで出しましたけれども、クロス、僕があそこの奥のコート縫いボールを入れるためには、あそこのネットの出すところを通さないとコートに入らないですね。ですので、ある意味外のボールは多分ほぼアウトになるということは、今置いたこの2つの子、僕がここから打つときに、打てる角度はあそこからあそこまでですよという形で、今コーンで示しました。はい、ということで、今置きました2つ両端の真ん中に1つコーンを置きました。あれが、今僕が打てる角度の半分になります。ということは、この僕のここの打点とあそこの中間の線を結べば、どちらに動いても等距離で取れるということになりますね。ですので、シングルスの場合は相手が受ける角度の半分のこの延長線上線、もし、相手のボールがずっと短い場合は、今早川コーチが立っているのはベースラインの後ろになりますが、ちょっと前の方に行って立ったりとかっていうことをアレンジしていただいていいと思うんですけども、結構この真ん中、相手が打てる角度の真ん中に立ってないケースっていうのはやっぱり結構レッスンを見ても、見受けられますので、ここの角の二等分線ですね、こっちの線とこの線の角度の、半分をシングルスの場合は守っていきます。このダブルスになりますと相手が2人、ペアが2人になりますので、角度の半分の半分に立てば、お互い全部同じ距離で取れるようになりますね。ですので、向こうに置きましたが、今度先ほどありました赤いコーン3本のまたその中間に今度は黄色い小さいコーンを立ててあります。それが、角度の半分の半分のところです。
ですので、右のプレイヤー全員の方はここのコーンと黄色いコーンを結んだ延長線上ですね、はい。左側のプレイヤー後衛の方も、ここのコーンと今度は左側の黄色いコーンを結んだ延長線上に立てば、大体相手が打てそうな角度の真ん中は守れるという形になります。ですので、先ほども言いましたけども、その中での前後の動きっていうのは、つけていただいて構わないと思います。例えば前衛の方で言えば、相手のボールが、足元ばっかりにしか来ない、ロブが上がらないよっていう場合はちょっと前に詰め、あの延長線上に沿って前に来る形になります。ただ相手からもう全部ロブが来てしまう、もう足元来ないからちょっと下がっとこうっていう方はこの延長線上に対して、下がっていきます。逆に言うと、後衛の方、例えば、短いボールが出ました、アプローチをして前に来ますっていう場合も、この打った後に延長線上のところでボレーに構えるような形になります。これが、一番基本的な、テニスにおけるポジション取りっていう形になります。で基本的には相手が受ける角度の真ん中に立つっていうのを基本にしてあげると、非常に分かりやすいかなと思います。その中で、応用であったりとか、変わってくる部分はありますが、こういった考え方ですね、はい。それを図で書くとこういう形になると思います。まずこの赤い黒い線、外側の線がこのプレイヤーが今受ける角度になります。はい、この真ん中に引いてある黒い線が、この角度に受ける角度に対しての半分になります、はい。そしてその角度の半分の線がこの赤い線になりますので、この赤い線に沿ってプレイヤーは前後の、距離を合わせてあげると非常にいいかなと思います。シングルスですとこの黒い真ん中の線になりますね、はい。ということで、これはあくまでも、プレイヤーがここで打つっていう場合の、お話ですので、例えば相手のプレイヤーがここで打ちますってなった時はまた、向こう側のポジションも変わってきます。実際に皆さんもこういうコートを書いていただいて、そこから定規で線を引いていただくと非常に分かりやすいかなと思いますので、じゃあ実際にこの相手がここに動いたらどうなるの、ここに動いたらどこに立てばいいんだろうっていうのは、実際にこの線を引いていただいて、実際に試してですねやっていただくのが一番分かりやすいと思いますので、ぜひご自宅でお時間ある方は、お試しください。以上です。もう10種類だけ上半身の反応も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。